仕方ないさ。ここじゃ対策が使えないんだ。そういう状況では私一人で律者を止められはしない。別の方法を考えてくれ。人ごとみたいな言い方だな。全然焦ってないし、お前の目的は最初から彼女の邪魔をすることじゃないように聞こえるぞ。ああ、これは失礼した。余計なお世話だったな。そうしよう。少し野暮用があって、私はしばらく楽園にいる。じゃあ。ああ、戻ってきたのか。ええ、そっちはどう？まあまあだな。相手は律者だ。私にしては上出来だろう。理解してくれるさ。ならいいわ。そういえばさっきちゃんと聞けなかったことがあるんだけど、あなたがそういう封印の解けた姿を見たって話、それは他の幹部たちのこと？その洗礼を受けた人のことかしら。そうは言ってないぞ。まあいい。あの方がお前をここに来させたんだし、言っても支障はないだろう。その姿を見せたのは孫守自身だ。ケビンが？私は幼い頃から組織にいたからな。知ってはならないことに触れてしまうこともある。その中にあの方の別の一面も含まれてるんだけど、それは記録を読んだだけよね。ケビンが漁師の海から帰ってきたのは数ヶ月前のことだもの。ああ、だがそれに何の違いがあるというんだ？それと私が目にしたのは記録だけじゃない。どういう意味？孫守が帰ってきた後、早く回復するようにと、ハイヘビが崩壊獣私有の体を献上した。その時、ほんの一瞬だけだったが、突如湧いてくる力のせいか、孫守はそれをコントロールできなかったんだ。あなたたちの前で、あんな姿になったの？一瞬だけだったし、変化したのは体の一部だけだったが、孫守があの時見せた危険と恐怖、他ではそう感じることのできないものだ。お前でもな。危険と恐怖。確かに、あなたはその言葉で普段の彼を表現しないわね。そうかもしれない。しかしあの時、私は心の中でほっとしたんだ。自分が運に恵まれてることに。そして英傑の贈り物を拒否したことに胸をなで下ろした。もしあの一線を越えてたら、私も今の私じゃなくなる。崩壊獣を使って力を回復させた。なら、彼はどれほどの力を回復したのかしら。ケビン、他の人たちならまだしも、あなたまでそんな目で私を見るの？私たち、そんなに仲が悪いはずじゃないでしょ？君は変わった、メビウス。あら、気づいた？私、前より背が伸びたでしょ？ライデン・メイ。彼女は初めてこの古の楽園に来た律者だ。君なら最初に彼女の前に現れると思っていた。が、君は今になってやっと姿を見せた。どうしてだ？ケビン、私のことを新しいおもちゃを見つけてはすぐに飛びつく子供みたいに言わないで。そういう潜在一遇。いいえ。万歳一遇のチャンスには、私だってちゃんと準備しなくちゃいけないもの。じゃないと、
万が一のことがあったら、その時、後悔してもしきれないわ。エデン、渡りガラスといろいろ交流があるそうね。あ、そうね。彼女、メイさんの友人だったの？ええ、そういうところかしら。渡りガラスさん。彼女は優秀な戦士で、同時にユーモアセンスも持っている。そういう友人には滅多に出会えないわ。ええ、わかってる。それでエデン、彼女は以前ここに来た時、あなたの刻印を受け入れたの？なんというか、確かにあの時、私は渡りガラスさんに会いたかったのだけど、メビウス博士が彼女に非常に興味があるみたいだったの。その、私は彼女に自己紹介する機会すらなかったわ。けど、渡りガラスの話によると、あなたが彼女に協力したんじゃないの？あ、それはね。当時、彼女は何の迷いもなく、メビウス博士の贈り物を拒否したの。そのせいで、二人の間に気まずい空気が流れていて、楽園全体がピリピリした雰囲気になっていたわ。私は、顔を出して、彼女に助け舟を出しただけよ。なるほどね。その後、渡りガラスさんはたまにここに戻って、私とおしゃべりしたり、今の時代の芸術品を持って帰って、私と共有したりするようになったの。え？芸術品を？ええ。油絵、宝石、それと小型の彫像とかをね。任務の途中で入手した珍しいものだって、彼女がそう話していたわ。実を言うと、宝石以外のものは、旧世代の芸術と全然違うけれど。それでも、私はその独特な美しさを感じることができる。ただこうして、今の時代の芸術の成長を見ているだけで、私は癒されるのよ。渡りガラス、エデンに鑑定や値踏みをしてもらいたかっただけじゃないでしょうね。